じゃあこんにちは、さゆたかさん、はい、シーズンも後半にも、突入しようというところで、はいはい、前半までで、はい、気になる今年の新人王誰になるのか、今のところというのを豊さんにちょっと何名かピックアップしてもらいたいなと思います、今年の新人王の、はいはい、その資格を持っている選手たち、今セ・リーグ、パ・リーグ、野手、投手ともにちょっとずらっと名前と小骨の成績を豊さんに見ていただいてるんですけれども、まあ、見るといろんな選手投手がいるなっていう感じですね、まあそうだな、ただ印象だとさ、はい、もうちょっとインパクトがあるとか、そういうのはあるんだけど、はい、新人を取る選手って、まあ、セ・リーグの場合っていうのは、はい、まあ、そこまでないんだよね、まあ、去年だと村上頌樹投手が新人も MVP も取りましたけど、あのぐらいこうインパクトのある選手がセ・リーグにはいないっていうこと、いろんなことでインパクトを残してるのが渡来だよね、まあ、いろんな、だからいいこともそうだし悪いこともそうだし、はい、そうかそうか、まあ、まあ悪いことっていうのはその守備だよね、はい、だからそういう意味ではいろんなことでパフォーマンス派手さっていうか、はい、そういうのを残してるのは渡来だけども、はい、でもいいところと悪いところをさっぴいたら、っていう風な感じも、まあ、感じもあるしね、はい、で田中美希也中日の、はい、まあ彼がやっぱ入ると中日もなんかこう締まるというかさ、はい、守備がね、うん、まあ、そういうインパクトがあっても成績を見るとちょっと打率が低いかなっていうような、はい、そうですね、まあ、気もするんだよね、はい、何か物足りなさっていうのが、まあ、そうだな、その選手にも感じる、まあ、しぶとさ持ってるけどな、本当はそうですね、だそう考えると去年じゃなくて一昨年の新人王、例えば栗林選手投手だったりとか、はいはい、佐藤輝選手、牧選手とか、すごい候補者がなんて言うんでしょう、競ってたというか、まあ、インパクトあったよな、インパクトがあったんですよ、それを考えると、なあ、それだとセ・リーグではちょっと小粒だなっていうような感じがするけどね、そうなんですよね、うん、で豊さん、あと例えば投手に丸をつけてる、まあ、ピッチャーが、はい、まあ、西舘、あ、巨人の、はい、最初バーッといってさ、うん、なんか尻つぼみにもうなってるというかさ、そうなんですよね、最初ほどの開幕当時ほどの輝きがないというかね、うん、まあ、そんな感じがするし、はい、でも出遅れたけど DeNA の石田、もう一人の石田投手です、ね、なんか光り輝いてるというか自分でジャンプして頑張ってるというかさ、はいはい、だからまあそういうところはいいなっていうふうには思うけどもね、ただセ・リーグの場合は、まあ、渡来だとか、まあ、巨人の佐々木、はい、萩尾、水口、はい、まあ、広島の二俣、はい、小田、中日のね、あ、はい、まあ、そういう選手が野手ではいるんだけども、うん、ちょっと抜けてるっていうことではないんだよね、確かにそうですよね、で投手の方では黒原、徳山、はい、DeNA ね、はい、丸山、ヤクルト、はい、で岡留、はい、富田、はい、まあ、これが阪神勢、うん、まあ、なんだけどもこれからかなっていうような感じがするよね、いわゆる後半からっていうことですか、後半からかなという感じがする、あの岡留投手も富田投手もそうですね、あの今一軍でようやくっていうところにも来てるので、もしかするとここからの活躍次第では、まあでもそうだね、15試合とか12試合とかね、まだそうなんです、まあ、投げてることは投げてるんだけど、うん、まあ、石田なんていうのは4試合だよ、もうそうです、そうですよね、先発として、うん、まあそれでも3勝してるからね、うん、いやだから石田が DeNA の打線をバックにスイスイと投げれたら、はい、まあ、結構なところ行くと思うよ、これ新人で、2桁はギリギリ到達してるんですよ、まあ、可能性はなくはない、ね、なくはないけど、それはまあ厳しいとは思うけどもね、うん、まあ、だけどもう石田が10勝でもしてたら DeNA は優勝してる可能性だってある、十分ありますよね、そうですよね、いやだからそうなってくるともう石田が一番いいのかなっていう感じもするし、ね、今じゃあこのセ・リーグの中だと石田投手が一番豊さんできる、いやなんか俺は可能性を感じてるという、うん、なるほど、で西田ではなんかこうなんか落ち着いちゃったみたいなさ、うんうん、やっぱ他のピッチャーを優先的に使われ出してきてるからね、はい、そうですよね、だから
どうなんかなって思うし、うん、あとね、渡来選手はやっぱ守りっていうところであったりとか、まあそうだね、最初のね、やっぱインパクトが強かった、強かったので、どうしてもそこと比較してしまうっていう、まあ、率はね、今2割5分、7月17日時点なんですけれども、うん、ただね、ちょっとスタメンから外れることだったりとか、まあそうだね、時期もあったっていうのもありますし、まあ野手の中ではでも渡来のインパクトっていうのは、うん、まあ、強いかなっていうふうには思うね。じゃあ豊さんは現時点では石田投手 DeNA の、そうだな、なんかすごく可能性があるんだよね、うんうん、まあスタミナがなさそうだからな中央だから、あ、中央もうこれからついてくる、ね、これからついてくる、そっかそっか、うん、じゃあ続いてパリーグ行ってみましょう。パリーグな、パリーグ、あの野手投手、まあ、いろんな選手いますね。例えば、まあ、ソフトバンクでいうと、あの広瀬選手、はい、セカンドで出てきまして、今はちょっと牧原選手と、ね、入れ替わるようになっちゃいましたけど、まあ、だから、まあ、確かに出てる時はね、うん、まあ、ある程度その活躍をし良かったけども、うん、これはまあ競争に勝たないとさ、はい、もう出れないわけだから、うん、このまま出れなくなったらもう消滅だよね。あの、そうですよね、新人 の獲得っていうのはそうですよね、うん、そうだね。あと結構ソフトバンク多いんですよね、川村ね、はい、から海野選手、尾形選手、はい、まあ、大事なところに入ってきて、海野がマスクかぶれるかっていうと、うん、やっぱりこうまだちょっと無理だろうしな。そうですね。いや、尾形、はい、現時点で54試合、はい、で打率がやっぱちょっと1割、そうだ、うん、っていうとやっぱり弱くなる、ちょっと弱いね、はい、あと西武の山村選手も今スタメン、うん、ね、ずっと出たりもしてますけど、まあ、4番打ったりとかもしてるからどうなんやろな。でも野手で言えば、うん、この川村、あ、ソフトバンクの、はい、あ、うんうんうん、まあ、現時点で2割6分4厘ね、はい、が、まあ、一番野手ではね、ただ本当に抜けてる選手が出てこないですね。ただピッチャーは、あ、はいはい、いいんだよ、はい、まあ、日本ハムの金村、はい、金村投手、まあ、本当に安定してるよ、はい、うん、防御率が 2.11 20試合で、はいはいはい、まあ、それ以上に安定してるのが竹内誠也、あ、もうそうですね、うん、これはなかなかね、やるなっていうような感じがするし、そうですよ、うん、で、小田島、はい、あの記録、はい、やっぱ記録ってうまくできてんだね、うん、並ぶけど超えないね。なんでしょうね、やっぱそこに壁があるんだろうね。そこが一つのなんか、だから蓄積した疲労みたいなのがそこに絶対に出てくるとかさ、全員出てくるんですね、きっと。だからでもこのピッチャーもいい、インパクト強いし、26試合で防御率が 0.70 です、はい、でチーム的にまあ優勝するであろうソフトバンク長谷川、優勝するである、はい、長谷川投手、はい、まあ4勝してるんだよね、はい、18試合で防御率が 2.87、はいはい、うん、だからこのまま順調に勝ちを積んでいけば、うん、まあ、優勝に貢献したとか、ああそうか、優勝、まあいろんなこともあるし、うん、ただその西武の竹内投手も実は5勝1敗なんですよ、ね、防御率 1.3、 普通にいけばね、2桁いくよ、うん、確実に。そうですよね、絶対打てないからね、チーム事情がね。そうなんですよ、この、まあ、竹内の時にはその中でも援護点がある方だけどね、はい、方だけども、ここら辺はまあ難しいところだけども、これあの他の投手でいうと、例えば日本ハムの福島投手先発のだったり、楽天は小蛇投手から、オリックス斉藤投手なんかも権利はあるはあるんですよ、ね、まあ、権利はあるけども、うん、ちょっと試合数が少ないのと、ああ、そっか、竹内、金村、小田島、うん、はい、長谷川から比べるとちょっとインパクトは薄いなという。確かにそうですね、うん、でもこの中で豊さん的には誰を今時点で、まあ、ピッチャーで言えば竹内だな、やっぱでしょうね。やっぱ純粋のルーキーっていうこともなんかプラスされて、はい、まあいいよね、はい、まあ、何年間も飯食ってるわけじゃない、うん、もう本当に純粋に1年間、はい、まあ、小田島もいいし、はい、金村もいい、ここら辺がやっぱ争いになってくるかなという。優勝っていうことを考えると、ソフトバンクの長谷川投手もっていうけども、長谷川が2桁勝てないで竹内が勝ったとしたら竹内に行くかなっていう。あ、まあそうですよね、成績だけで見るっていうことですもん、ね、まあ、と思うし、うん、まあ、金村もね、チャンスがなくはないんだよね、うん、日本ハム、やっと歯車が合ってきた、はい、いいピッチングするけど金村の時には援護点がないと、うん、でもピッチがなんだ今日は乱れてんなって言った時に、うん、逆に勝ったりとか、はい、いいピッチングした時にこの前勝って、うん、
なんかちょっと歯車が合ってきたというか、うんうん、まあだから金村もまあチャンスはあるけどもね、うんうん、ただ竹内みたいに安定的に勝てるかっていうとさ、はい、まあ、ちょっとどうなのかなっていうところがあるし、そうですね、林では川村が一択かなっていう、なるソフトバンクのね、本来だとね、パリーグだと例えば上田慶人選手なんかも名前入ってきてもよかったんですけれどもね、ロッテの、まあ、怪我とかありましたし、あるからな、あとセリーグなんかね、ヤクルトでは澤井廉選手がちょっと注目も集めてましたけれども、ちょっと難しいっていう感じでしょうし、まあ、あと、まあ、カープの、佐藤選手、あの下でファームで率をすごい残しててっていう、ね、いつ上がってくるかって、上がってきてちょっとね、まあ、西武の菅井っていうのを見る感じ、あ、菅井選手ですか、この前勝ったけど、はいはいはい、チェンジアップがいいんだよ、おえ、じゃあもしかすると間に合いそうですか、いやもうちょっと遅いだろうな、もうちょっと西武だと、うん、なかなかやっぱ難しいと思うよ、あ、そっか、あーチーム事情ですか、全部取れないしさ、これからいいピッチングしても10勝できるかなというとさ、うん、そんなバッティングに破壊力ないから、はい、竹内だって苦労しながら5勝してるし、はい、まあ、その中での5勝だから価値はあるんだけど、うんうんうん、まあそうだな、まあ、そういった俺は当たりかなっていうふうには思うけど、うん、まあでもちょっと総じて、まあ、去年はね本当にあの村上投手だったりとかがもう多分この時期もこのままいけば新人を行くねなんていう話で盛り上がってたんですけど、今年はまだセパともにちょっとこういうふうな状態というか、ああパリーグは山下俊平だな、そうだ、圧巻だったよね、うん、去年は本当にはっきりしてたんですよ、でも渡辺が追い上げてきてな、あ、楽天の、そうだ、面白い戦いにはなったけど、はい、まあね、今はパ・リーグ豊さん的には竹内投手、うん、野手は川村選手、セ・リーグだと渡来選手で、ピッチャーは石田投手がちょっとね今のところ上げてますが、まあそうだね、まだ分からないですね、いやまだ分からない今年は、うん、ただ灯ったり消えたりするからね。いやだって西舘が灯ってたのに、そうなんですよ。俺消えちゃったみたいな。そうなんですよ、ランプがね。で渡来がついてたのに、うん、あれ途中消えちゃったみたいな。そういうところもあるし。そうなんですよ。だからなかなかこう難しいところはあるけども、はい、後半のね、うん、誰が抜け出してくるか、はい、こういうレースも面白いよね。そうですね。はい。